こんにちは、ライフナビゲーターの桑田和子です。久しぶりにまたやっていこうと思うんですが、この本を一緒に読むシリーズですね、これのライブ配信をしていきたいと思います。今回はこのリッスンという本を取り上げます。私今聞くということを、聞くに特化したセッションをやってるんですけれども、その中でね、やっぱりこの聞くことの重要性っていうのがもうひしひしと感じるんですね。で、その何でしょうね、皆さんにもその聞くっていうことをちょっと考えていただきたい、聞くってどういうことなのか考えていただくヒントとしてこの本がとてもいいので、おすすめしたいと思います。こちらの本はですね、ケイト・マーフィーさんというアメリカ人のジャーナリストの方が書かれている本です。で、今日は、イントロダクション、序章のところですね、前書きのところを読んだ私の感想などをお伝えしたいんですけれども、私たちってね、学校でも何でしょうね、いろいろ教育受けてきたりするときに話し方とか伝え方とかっていうのはいろいろ勉強するわけですよね。でもどうやって話を聞くのかっていうのはあんまりこう学んできていないというか、で本屋さんに行っても、ネットで見てもね、検索してもいろいろこういうふうにコミュニケーションを取るためにこういうふうに伝えていくといいですよみたいな、プレゼンの仕方だったりね、いろいろあると思うんですが、じゃあこういうふうに聞くといいですよって、例えばね、相手の目を見るとかね、うなずくとか、そういうスキル的なことはあるんですけれども、もう少し本質的に聞くというのが何なのかっていうのをこのシリーズを通して皆さんと一緒に考えていけたらいいなというふうに思っています。で、この本を読んでね、改めて私思ったんですけど、私たちって本当に驚くほど話を聞いてもらってないんですね。聞くって日本語で漢字いくつかありますが、耳で聞くっていうことで言うと門構えの聞くと、あと耳辺の聞くっていうのがありますよね。英語で言うと hear と listen になると思うんですが、この本のタイトルはその listen の方ですね、耳辺の方の、相手に注意を傾けて、心を傾けて何を言おうとしているのか耳を傾けて聞くっていう、そちらの方の、聞くなんですが、ただ耳に音声が入ってくるだけっていうのは、受動的ですね、受動的に聞こえてきているっていう感じなんですが、そうではなくって能動的に相手の話を聞くということを、少し分析したりとか、実例がいっぱい出ているので、そういう話を読んだ感想なんかをね、お伝えしたいと思います。よく言われたのが、人間は耳は2つあって口は1つだから、喋るよりも言うよりも聞く方をたくさんしましょうみたいなことを、私確かに小学校ぐらいで聞いて習ったと思うんですが、じゃあ具体的にどういうふうに聞くんだっていうところで、こっちの著者の方はね、アメリカ人なので、インタビューしてる相手の方もアメリカ人が多くて、やっぱりアメリカの文化っていうのは非常にやっぱ自己主張をするとか、しっかり伝えるとか、何を考えているのか言語化するみたいなところがものすごくあって、アメリカと日本を比べたら日本人の方がどちらかというと相手の話に耳を傾けている、比較するとね、あると思うんですよ。ただそれでもやっぱり本当に聞けているのか、本当にっていう言い方が、適切かどうか分かりませんけど、相手が何を言おうとしているのか、しっかりと聞いているのかっていうところをね、もう一度一緒に考えたいと思います。そして今やっぱコロナ禍になって人と話す機会っていうのがすごく減ってきたりとか、あるいはこうやってネットでね、オンラインミーティングだったりリモートワークだったりすると余白がすごく少なくなって、必要事項だけを伝えるみたいなことになっていて、この余白の部分で実はいろんなことが、情報が得られていたのがあまり得られなくなっていたりとか、雑談がなくなっているとか、いろんなことがあると思います。他にはこう一人一台スマホみたいな感じになって、も私もそうなんですけども、スマホを見る時間、タブレットを見る時間、インターネットをパソコンとかで見ている時間が多くて、SNS だったりとか動画配信サイトだったりとか、すごくこう受動的にこう見ていたりとか情報を得てるんですが、じっくりと耳を傾けるっていうことが全体的にやっぱりすごく減っているそうなんですね。なんでしょうね、動画の長いものをすごく見るのが辛くなってきて、15分とかね、5分とか15分ぐらいのもの、あるいは
30分1時間だったら、私だったらだいたい 1.5 倍ぐらいのね、あの速度、 1.5 倍から2倍ぐらいの速度で聞いていたりとかするんですね。まあ、そのような感じでこうじっくりと相手の話を聞くという力が失われつつあるということも、この本の著者のケイト・マーフィーさんは憂いているわけです。でこの方はジャーナリストとして、まあ、これまでもすごくたくさんの人にインタビューをしてこられています。で、まあ、そういう聞くことの専門家であり、この本を書くにあたって2年ぐらい、約2年をかけて、聞くことに関するその学術的な研究なども詳しく調べたということなんですね。でこの方のインタビュー相手は本当に多岐にわたっていて、ここにちょっと出ているので紹介したいんですけれども、例えばですね、例えば、スパイとかインタビューしてるんですね、この方。あと牧師、心理療法士、バーテンダー、そうですよね、バーのバーテンダーさんってなんか黙々と、なんでしょう、こうシャカシャカしながらいろんな話を聞いているっていう、自分からどんどん話すんじゃなくて聞くことがメインになってくるわけですよね。あと面白いところでは、人質の解放交渉人、美容師さん、航空管制官、ラジオプロデューサー、フォーカスグループのモデレーターなど、フォーカスグループっていうのはまた後でこの本の中に出てくるので、その時にご紹介したいと思います。他にはそうですね、まあ、よくあるところで芸能人や CEO、 政治家、科学者、経済学者、ファッションデザイナー、プロのスポーツ選手、起業家、シェフ、芸術家、作家、宗教指導者、もう本当にやっぱ成功して洞察力もある、そういう人たちにいろいろ質問をしていったんですね。でその中で、このような質問をしましたと書いてあります。聞くこととは、その人たちにとってどんな意味があるのか、聞こうという気持ちにこう一番なるのはどんな時なのか、あるいは人が自分の話を聞いてくれた時にどんな風に感じるのか、あるいは聞いてくれない時にどんな風に感じるのか、まあ、その話がね、この後、まあ、十何章かあるんですけれども出てくるので、もしよかったら皆さんこの本ね、ぜひ読んでいただきたいと思います。そして私と一緒にこの、まあ、感想などもね、シェアしていただけると嬉しいです。でこの聞くっていうことは、そこがしっかりできていないとどうなっていくのか、しっかりできているとどうなっていくのかっていうことを考えたときに、個人レベルで言うとやはり人間関係ですよね。コミュニケーション、もう人の話を聞いてないってなると、やっぱりコミュニケーションがうまくいかないっていうことになり、人間関係も構築しにくくなりますよね。まあ、その延長線上でもちろん仕事もあるし、もうちょっと長い目で見ると人生がどう作られていくのかっていうところにも関わってきます。でこれは個人レベルなんですが、集合体レベル、人類全体みたいなね、まあ、日本国民みんなとかね、アメリカ国民みんなみたいな、そういう、 こう集合体レベルで見た時には、この聞くっていうことがこうできているのかできていないのか、聞くということが本質的には何なのかを理解している人たちがどのぐらいの割合でいるのかいないのかということが、政治だったりとか社会文化にも影響が出てきます。でこの聞くことがしっかりとできないとどうなるか、もうざっくり言うと自分の聞きたいように聞いてしまうので、理解が限定される、近くの範囲内で聞いてしまうので理解が限定され、それによって自分の可能性ですね、今後の可能性も狭められていってしまうということです。はい、ということで、まあ、私が今とても注目している聞くということをテーマにしているこのリッスンという本を、これから何週間か一緒に聞いて、シェアしていきたいと思いますので、皆さんよかったら読んでみて感想などをお聞かせください。それでは今日はイントロダクションでした。ではでは。